パツリンは、ペニシリウム属、ペナシリアムエクスパンスサム、アスペルギウス属によって作られる、マイコトキシンの一種。不法は五ンンラクトンを含む二間構造のカビ毒。極大吸収波長276ナノメートルの紫外線吸収性があることから、その性質を利用した検出が行われる。菌が付着して腐敗した、リンゴブドウ桃等から検出される。特にリンゴ製品のの量は、 製品の品質の基準として用いられる。カルシウム塩はペナシリアムエクスパンサムの増殖抑制効果があることが報告されている。パツリンは他のマイコトキシンと比較すると強力な毒物質ではないが細胞膜に対する膜透化性を阻害する特性を持ち、臓器出血性のほかいくつかの研究で遺伝毒性を持つことが示され、 動物実験を通して発言性の可能性が示唆されている。リンゴ品種により酸性量が異なり、ジョナゴールドが富士よりも多かったとする報告がある。なお、全ポリフェノール量とリンゴ酸量はパツリン酸性と負の相関関係があり、酸性に影響を及ぼす果実成分は果物特有の後期成分を構成するエチルエステル化合物のラクサ酸メチル類などで、 濃度依存的な促進効果が見られたと報告されている。アルコール発酵により分解する。また、条件によっては、アスコルビン酸は、パツリンを消失させる。したがって、オレンジなど柑橘類でのパツリン汚染は発生しない。摂氏150度の高温処理では20%の減少と、アリウ酸塩の添加及び活性炭処理によって減少することが報告されている。 マウス傾向評価では、赤血球及び肝臓、肺、脾臓、腎臓に分布するが、ほぼ24時間以内に排出される。いくつかの国では、リンゴ製品に対しパツリン規制を設けていて、世界保健機関では、リンゴジュース中のパツリンの最大濃度は 50GL を推奨している。福岡市保健環境研究所。 保健科学部門報告による市販リンゴ果汁の汚染調査によれば16検体の飼料のうちストレート果汁からは不検出で濃縮還元の10検体からは基準値の 0.050ppm 以内のパツリンを検出している。日本では1964年神戸で汚染された飼料が原因となった父牛の集団中毒が発生している。ありがとうございます。